はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第857回をやっていきたいと思います。今回は租税上数ということですね。で、まず今何をやってるかっていうと、まあ、マクロ経済学ということで、まあ、例えば日本という一つの大きな国を上から俯瞰して見てる。そしたら日本全体でどれぐらい供給されているのか、そしてどれぐらい需要されているのか、必要とされているのか。でそうした時に、まあ、ケインズの考え方は需要が供給を作るということですよね。まあ、必要とされているものがあったらそれに対して供給が行われるという考え方をとっています。なので、まあ、日本という国を上から見た時に、日本ではこれだけのものが必要とされている、だから日本ではこれだけのものを供給しましょうと、ね、それがこう釣り合うようなところというのが、まあ、均衡国民所得であるというのをやってるんですね。まあ、そうした時に総供給というのは、まあ、国民所得と同じということですよね。でそれは消費足す企業の投資足す政府支出ということです。でこの消費っていうのを消費関数に置き換えると、ここは消費関数ですね。限界消費成功括弧国民所得マイナス税括弧閉じで、ここの部分が可処分所得ということですよね。まあ、本人は税を払った後の、まあ、自分で自由にこう、ね、処分することができる可処分所得ですね。まあ、それにこう限界消費成功がかかっていると。なので、まあ、結局この、その人の消費っていうのは、国民所得と税に、まあ、影響を受けるということですよね。あとはその、国民所得とか税に全く影響を受けない、まあ、その人が生きていくために、必要な、もうね、基礎消費、独立消費というものですよね。あとは、投資プラス政府支出ということになります。そしたら、まあ、ここの部分っていうのをこう分配法則で外して、まあ、CY-CT プラス C0 プラス I プラス G ですね。で今度はこれを、右辺から左辺に移行して Y-CY イコール、まあ、あとはそのまま書き写しただけですね。そしたら Y と Y で Y をでくくったら、まあ、括弧 1-CY イコールというふうになるので、まあ、今度は左辺と右辺を両方とも 1-C で同じ数で割ったら、まあ、結局国民所得っていうのは、まあ、均衡国民所得ですね、総供給と総需要が等しくなる均衡国民所得っていうのは、まあ、1-C-CT プラス C0 プラス I プラス G という形で表すことができますということですよね。はい、そうしたときに、もし投資を、ね、今 I 投資してるんですけれども、 I 投資してるのをこうデルタ I、まあ、要するに I をさらにこう増やすと、今まで例えば投資を100兆円やってたんだけどプラス10兆円すると、ね、100兆だったんだけどプラス10して、まあ、110にするということをした場合、じゃあ均衡国民所得っていうのはどうなるのか、ね、投資を10兆円増やしたらなんか均衡国民所得も10兆円増えそうなんですけど、実は10兆円じゃないというのは以前確定解説しましたよね。はい、均衡国民所得 Y イコール、まあね、こういうふうに表されているわけですけど、まあ、それで例えばね、投資を、まあ、例えばデルタ I、まあ、例えば10兆円増やしますということですよね。まあ、そしたら、これを、ね、ちょっとこっちの部分だけこう切り離して、表すと、でこっちの方は今まで通りです。プラス分母が 1-C 分の1デルタ I というふうになりますよね。はい、そうすると、投資を、ね、結局デルタ I 増やすと、ね、均衡国民所得は、ね、デルタ I 増えるのではなくて 1-C 分の1デルタ I 増えるというふうになるわけです、ね、だから投資がそのまま均衡国民所得を増やすんじゃなくて、ここにこう、ね、投資上数というのがかかってくるわけですよね。まあ、具体的な数字を入れた方が分かりやすいと思うので、例えば限界消費成功 C を 0.5 とすると、ね、限界消費成功 C イコール 0.5 っていうのは半、均衡国民所得が増えたら、国民所得が増えたら増えた分の半分は消費に回して半分は貯蓄に回すっていうのが 0.5 ですよね。限界消費成功が例えば 0.7 だったら、所得が増えた分の7割は消費に回して残り3割は貯蓄に回すということです。 0.5 っていうのは半分消費に回して、増えた分の半分は消費に回して半分は貯蓄に回すということですよね。でこれを仮に代入してみると 1-C が 0.5 ですね。で分子は1と、
いうことですよね。そしたら1マイナス 0.5 なので 0.5 分の1のデルタ i イコール、ね、結局これは 1÷0.5 ということですから、まあ、2ということになります。2倍のデルタ i ということになりますね。そうすると結局これは乗数効果が2倍ということです。どういうことかっていうと、例えば投資を10兆円増やしたら均衡国民所得が20兆増えますよと、ね、投資を10兆円増やしたら均衡国民所得は20兆増えますと、ね、もし20兆増やしたら40兆増えますと、30兆増やしたら60兆増えますと、で2倍の効果をもたらしますよというのが、これがまあ投資の乗数効果ということですよね。まあ、これも復習です、ね。はい、そうしたときに、じゃあ今度は投資じゃなくて政府支出だったらどうなるんですかって言ったら、やっぱり一緒ですよね。もうあの式は、省略しましたけど、もし政府支出デルタ G、ね、さっきは投資をデルタ I 増やしたっていう、問題でしたが、をやりましたけど、政府支出をデルタ G 増やしたとしたら、やっぱりここが、ね、デルタ I じゃなくてデルタ G ですから、なので均衡国民所得っていうのはやっぱり同じですね。 1-C 分の1デルタ G 増えるということですよね。だからやっぱりこう乗数効果、政府支出も、例えば政府支出をプラス10兆円したら均衡国民所得が10兆円増えるんじゃなくて、例えばさっきの例だったら、ね、限界消費性向 C が 0.5 だったら、政府支出が10兆円増えたら10兆じゃなくて20兆均衡国民所得が増えると、もし政府支出を20兆増やしたら40兆増えるというふうな効果をもたらしてくるということですよね。これは政府の乗数効果ということになります。はい、で今回は租税乗数ということなんですけど、じゃあ投資政府支出は同じようにね、同じ 1-C 分の1っていうふうに表すことができましたけど、じゃあ税も同じですかって言ったら、実は税は違うということですよね。こう投資の乗数効果とか政府支出の乗数効果は同じ 1-C 分の1というふうに表されますけど、租税乗数は違いますよということですよね。じゃあ税をデルタ T 減らしたら、ね、今税を T で増えかけてるわけですけど、ね、その T を、ね、減税すると引くと、ね、もしデルタ T 税を減らした場合はどうなりますかということですよね。そしたら Y イコール 1-C 分のマイナス C カッコ T ですけど、その T からマイナスデルタ T ですね。今税を T かけてるんですけど、それから減税しますと、ね、その税を少し減らしますと、ね、マイナスデルタ T というふうになりますね。ここの部分が変わるということになります。でプラス C0 プラス I プラス G ということになりますね。はい、そしたらこれをこうね、結局分配法則をしたならば、結局このマイナス CT というのはそのままですけど、後ろの方はマイナスかけるマイナスでプラスですね。マイナスかけるマイナスでプラスC というふうになりますよね。マイナス C かけるマイナスデルタ T なので、マイナスかけるマイナスでプラス C デルタ T というふうになります、ね。つまり税をデルタ T 減らすと、均衡国民所得は 1-C 分の C デルタ T 増えるということになります、ね。なのでさっきは 1-C 分の1 1-C 分の1だったんですけど、今回の税に関しては 1-C 分の1じゃなくて 1-C 分の C ということになるんですね。でこれを、さっきと同じように C って例えば限界消費性向 0.5 っていうのを例えば代入してみるということですよね。 C イコール 0.5 っていうのを代入すると 1-0.5 分の 0.5 というふうになりますね。そしたら 1-0.5 っていうのは 0.5 なので 0.5 分の 0.5 でT ということになります。つまり10兆円減税しても、ね、20兆例えば国民所得が増えるとかじゃないということですよね。もし10兆減税したら10兆だけ国民所得が増えるということになりますね。20兆減税したら20兆、ね、国民所得が増えると もしその C が限界消費性向が 0.5 だったらですね、 0.5 だったらそういう数字になるということですね。なので結局投資と政府支出は同じように考えていいですと。乗数効果が、ね、同じ 1-C 分の1かかりますと。でも租税乗数の場合は 1-C 分の1じゃなくて 1-C 分の C ですということです。だから結局均衡国民所得を増やすという意味で効果が高いのは投資と政府支出ですね。投資と政府支出は同じだけの乗数効果が働きますけれども、ね、
税に関してはそれよりは小さい、上数効果しか働かないと。働くのは働くわけですけど、投資とか政府支出の方がより大きな上数効果をもたらすということですよね。だから10兆円投資増やす、10兆円政府支出増やす、税を10兆円減税するって言った時に、10兆円の投資とか10兆円の政府支出の方が10兆円の減税よりも大きな効果をもたらすというのが今回の租税上数ということになります。はい、今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。We'll be right back.